大正大学は、東京都豊島区西菅も3の20の1に本部を置く、日本の私立大学である。1926年に設置された、大学の略称は盛大。大正大学は1925年、高楠潤二郎、姉崎正春、前田恵雲、村上仙城、沢山木正太郎らが、仏教連合大学構想を提唱したことに始まる。これに、天台獣、 新言衆と与山派、浄土宗の各宗が賛同し、天台衆大学、豊山大学、宗教大学が合併して発足した。後に、新言衆地山派の地山専門学校が加わり、天台衆、新言衆地山派、新言衆と与山派、浄土宗の三衆四派の連合大学となった。天台衆と最長教学を専門的に研究できる唯一の大学である。 初代学長は、文部官僚で、対象自由主義教育運動の中心人物であった、教育者の沢柳正太郎である。菅野キャンパスは、敷地面積23,629.37平方メートル。本部棟、研究棟、体育棟、クラブ棟、教室棟、図書館棟のほか、鴨大記念館や礼拝堂、菅野鴨大観音堂などを備える。現在、 キャンパス改革整備計画が施行され、各種施設の建設やランドスケープ整備が行われている。往年の大正大学古代紫とレンモモ色をユニバーシティカラーとして使用している。古代紫は赤みがかった紫色で、仏教では高貴な色として尊ばれていることから、大正大学の見学の理念、知恵と慈悲の実践を表す。レンモモ色は、 レンの花のピンクを表し、霊中のレンということわざがあるように、どのような時代でも記憶正しくあるべきという未来への決意を表す。学部研究科教育開発推進センター、付属機関体育系部文化系部サークル、同好会学園祭は2013年より、鴨大祭と名称を改めた。毎年11月上旬に2日間開催される。 鴨大祭実行委員会が企画するイベントと書道研究部が主催する全国書道展が人気。埼玉校舎、ありがとうございます。